エミー・シャルロッタークテはフィンランド国立オペラで初のプリマドンナを務めたフィンランドのメゾソブラの歌手。1873年から1879年にかけてヘルシンキで歌唱し劇的な役を得意とした。40年以上にわたって歌唱指導を行いヘルシンキ音楽院にオペラの講座を開設している。オールにエミー・ストレメルとして生まれ。 ヘルシンキでエミリー・メケリンの下で歌唱を学んだ。1869年から1873年には、ストックホルムでフレドリカ・ステーン・ハンマルにパリでジャン・ジャック・マセに指示した。1875年にフィンランド国立オペラの指揮者であったロレンス・ニコライ、アクテと結婚する。カール・ロベルグ・ボムが1873年にフィンランド国立オペラを創設すると、 アクテはそこで1879年までの間のあらゆる主要のメゾソプラノの役を歌った。イルトロバトーレのアズチェーナ、ユグノー京都のバランティーヌ、マテキノパミーナなどである。また、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ドイツでコンサートを開き、1878年にはヨーテボリのオペラ劇場で客演スターとして歌唱を披露している。 アクテは1874年から40年以上、勤めた歌唱指導者としても記憶される。1880年代の初めには、ドレスデンに赴き、オイゲンヒルダフ派の下で、さらなる研鑽を積んだ。1892年に、シベリウスのクレルボ公共曲を歌っており、1896年には、当の乙女の女上司役も演じている。アクテは、 夫が運営していたカントルイコールオルガニスト学校で教員を務めた。1900年に夫に先立たれると1922年まで彼女自身が同校を率いた。1910年から1913年の間には施設のオペラ学校を経営。1912年にヘルシンキ音学院にオペラの講座を開設した。1910年からは ヘルシンキのスウェーデン劇場で劇と歌の指導にあたり、1912年からは数々のオペラの監督を務めた。国際的な名声を博したオペラ歌手の愛のアクテとイルマ・テルバニーは彼女の娘である。1924年12月2日にヘルシンキで生涯を終えた。ありがとうございます。